今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃ、レッスン始めましょう。あのね、よく挫折するタイプかな。ふーん、今日は何する？出かけるのね、嬉しいな。それで幸せなのかな。この子たち出たがってるんじゃないかな。よし、やろうやろう。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃ、レッスン始めましょう。今夜は七夕よ。七夕って知ってるわよね。天牛と織姫の星が出会う夜のこと。よく知ってるわね。今夜はバルコニーでお星様を見なさい。綺麗だな。私の故郷の星はあれよ。でも帰りたくない。夢が叶うまでは。
あ、早く願い事して。ねえ、なんてお祈りした？嬉しい。私頑張る。ねえねえ、白黒どっちかはっきりしないと気が済まない方？ふーん、今日は何する？行くよ。軽く陽気になったかな。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃ、レッスン始めましょう。毎朝新聞です。お嬢さん、夕刊取ってくれないかな。うん、いいよ。嬉しいな。プラネタニウムのチケットあげるよ。それじゃあね、印鑑をちょうだい。お嬢さんかわいいね。テレビに出れるよ。え、もう出てる？またまた。いや、かわいいな。ありがとね。いいな。今日一緒にピアノのレッスンしない？いいよ。
今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。あのさ、周りの人をピリッと緊張させる人っているよね。そういう人好き？嫌い？今日は何する？行くよ。優しい気持ちになったかな。それじゃ、レッスン始める。よろしくお願いします。はい、イーナです。合格ですか？どうする？嬉しい。よろしくお願いします。あのさ、誰かが失敗すると厳しい？それとも寛大？何する？行くよ。見る目が鋭くなったかな。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃ、レッスン始める。
あのさ、人を客観的に見るってどういうことかな？それって大切なの？ふーん、今日は何する？出かけるのね。嬉しいな。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。私って涙もろい？ふーん、今日は何する？行くよ。時間ができたところよ。忙しくて。どんな話題がいいと思う？その監督の昔の映画を幼い頃見て、いつか映画に出てみたいと思ったのよ。そんなに昔から思い続けてるんだ。すごい。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。
それじゃあレッスン始めましょう。けど、今日時間ある？バイク飛ばさないか？バイク？うん、いいよ。やっはー！怖いか？まだ60キロだぜ。これで転んだらどうなる？まあ、怪我したらアイドルの夢はおじゃんだな。いつもこんなことしてんの？なんだよ、バイク乗るの初めてか？海にでも連れてってやろうと思ったのに、もう帰りたいか？ここに座って何すんの？何も。だって海を見に来たんだぜ。俺と付き合っても大したことないかもな。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃレッスン始めましょう。何でも批判的かな、それとも好意的かな。ふーん、今日は何する？行くよ。話してるといろいろためになったよ。
今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。覚えてるわ。それじゃあポートフォリオ見せて。あなたならファッション誌でも可能性あるわね。でも相当努力をしないと大変よ。それでもやれる？そう。それじゃあ仕事を組むわ。頑張ってね。ありがとうございます。ねえねえ、騒いだりはしゃいだりする性格って好き？嫌い？ふーん、今日は何する？行くよ。少し大人っぽくなったかな。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃ、レッスン始めましょう。
最近ユキのやつ忙しそうだけど、なんかあったのかな。ねえ、人に嫌な感じを与えないように上手に嘘をつくのってどう思う？今日は何する？行くよ。いいな、よく来てくれたな。どんな話題がいいと思う？その人が俺の尊敬しているダンサーなんだ。俺もいつかはきっと。ひろみは夢に向かってまっすぐだね。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。あのさ、人の面倒を見るのは好きな方？今日は何する？行くよ。話してるといろいろためになったよ。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。あのさ、スポーツとか歌とか好き？
今日は何する？行くよ。ちょうど今時間ができたところよ。忙しくて。どんな話題がいいと思う？その監督の昔の映画を幼い頃見て、いつか映画に出てみたいと思ったのよ。そんなに昔から思い続けてるんだ。すごい。何でも事実に基づいて判断する？ふーん。今日は何する？行くよ。私も控えめになったかな。今週は仕事があるね。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃあレッスン始めましょう。将来の見通しを立てるタイプ？今日は何する？出かけるのね。嬉しいな。地面が落ち葉で埋まっちゃってるよ。よろしくお願いします。
いいなちゃん、今日は中庭でパーティーなの。あなたも参加してね。